ス活動はできないの。だから今から選管に聞いてくればいいだろって。神奈川選挙区から立候補しております。秋山歩美でございます。44歳蛇年、秋山歩美でございます。企業の消費税を納税しております。その納税の中にこの消費税は皆さんの賃金の 10% を納めなければならない。だから会社としては節税が目標です。消費税が節税されるために皆さんの賃金も抑える、皆さんの賃金を上げない。だから消費税が導入されてから皆さん賃金上がってないじゃないですか。
川崎なんとか人権ネットワークという政治活動に関わる行動を行っている共産党として行っている団体、発動的に関わります。これが明確に学生運動秋山由美を当選させるなという文言で書いてあるビラを一生懸命路上で配布している。これは政治活動に当たらない。そして相模原な川崎市民ネットワークというこの団体、これも団体には当たらないと言いますか。これ団体名で市長と交渉したりしている団体ですよ。選挙管理委員会は違法かどうかの認定はしないんだけども、ルール上これは禁止だかどうか。公職選挙法に書かれていることをただなぞっておっしゃっていただくだけで結構です。公選法にそんな規定はありませんよ。これをじゃあ配っていい。公選法にそんな規定はありませんよ。配っていい。うるさいから黙れよ。まそんな規定はありません。あまり公職選挙を知らないじゃない。公選法にそんな規定はありません。朝鮮の公職選挙法にはないかもしれない。日本の公職選挙法にはやめてください。ヘイトスピーチじゃないだろう。政治活動だって言ってもらう。公選法にそんな規定はありません。答えてくれてるから今。え、どうなんですか。これを配って堂々と配ってるのは政治活動じゃないんですか。公選法に規定がありますか。選挙活動をやってるんです。これ政治活動の名を借りた妨害じゃないんですか。政治活動って言ってるぞ川崎市も。いかがですか。選挙期間中における政治活動は基本的にできない。このような一般論の話をするんじゃないんですよ。あなたには聞いてないです。いかがですか。選挙期間中公職選挙法で守られてるんじゃないですか。それを政治活動の名を借りて、ね、こういう行為をやることがどうなんです。学生運動は広く認められている政治活動です。選挙の自由妨害は認められてないんだよ。石橋さん、選挙の自由妨害なんかしてませんよ。してるだろうが。してませんよ。どこがですか。新記者の名のやってんじゃねえか。どこがですか。ふざけるな。静かにして。石橋さんはどうなんですか。これはいいんですか。じゃあこういうのはやっていいならば。我々されてません。やりますよ。やっていいならばやろう。どうぞやってください。どうぞやってください。お前どうぞやってください。我々は習ったんですけど、法律を勉強していけない。どうぞやってください。政治運動どうぞ。お前は黙ってろ。聞いてないぞ。政治運動なんて情報はないんだよ。政治活動とか選挙運動とか発表する。黙ってろ。黙ってろ。うるさい。黙ってろ。学生運動のルールがあるという話をしているんだ。我々もこのように民主党とかにしていいですか。これ田中新聞、学生運動にルールがある。ルールを破ればそれは学生運動に当たらない。法律違反だ。ただの選挙期間中は公職選挙法で守られて守られてるのに、それに対して政治活動の名を借りてこういう行為をやることはいけないんじゃないですか。それを聞いてるだけです。禁止されてませんから。あなたたちは公正法にはそんなこと書かれてませんから。管理していただいてないの。公正法では書かれて。うるさいんだよ。黙ってろ。恫喝するのやめてください。恫喝ってのは邪魔だから受けにするんだろうが。公正法にそんな規定はありませんよ。判断できるんじゃないですか。黙ってなさいって。公正法にそんな規定はありませんから。本当は我々は守るって言ってるだけですよ。それを聞いてるだけです。別にあなたの責任はないですよ。もちろん選挙管理委員会というのは自分で読めばいいじゃないですか。選挙管理委員会というのは公正法に書いてありませんか。罰則を決めるところではないですか。そんな規定はありませんから。だから質問してるんだ。読めばいいじゃないですか。読めばわかることです。うるさいな。解釈の問題じゃありませんか。公正法にそんな規定はありませんか。公正法にそんな規定はありませんか。神奈川新聞の石橋学記者、我々が選挙活動をしてる。あなたが呼んだんですよ。だからもう呼んでよ。誰を呼んだ。ここに私お前が呼んでない。あなたが呼んだ。あなたが呼んだ。お前が呼んでない。嘘つきですか。なんで嘘ついたの。全然できないです。どうなんだ。そして嘘ついたわけだ。2回ですよ。我々の校舎の萩山由美の萩山由美の言ったから話を聞けよ。なんで嘘止まってるんですか。田中県警に電話をしても警察も来ないんですよ。はいはい、選挙管理委員会がせめて我々に教えてくれなければ我々はどうしたらいいの。
我々はいいですから食料を呼んでるってことは確かに食べるな、恫喝して食べるなっつってんだよ。どういう態度なんですか。順番で喋りゃいいだろ。あなたが自分今じゃあ順番自分で呼んどいて、食料を呼ばれておいて、そんな大声出すなんて非常識じゃないですか。お前が大声とふざけろ。ひどいですね。いいですか。ひどいじゃないですか。それ相模原選挙委員会でも考えて、私が統一地方選挙に出た時どういう状態だか分かりますか。私が出た時には私の周り360度にこういう連中がいて、ずーっと悪態つかれたんですよ。大丈夫ですか、しませんか。それが我々が言ってるのは、あなたたちの市長本村健太郎市長が暴力団密接交際者から多額の献金を受けたろ、それを言ったのがヘイトスピーチだと言ったのが相模原じゃないか。そして今我々は新しい政党だから、公職選挙というのは非常にグレーが多くて分かりにくい。だから一つずつ確認してるんじゃない。そのまま回答しないこのような状態で我々はバカだなんだと言われてるんだよ。大丈夫ですか。なぜ回答してくれない。我々は法律を守ろうと努力してる。誰のせいですか。お前がだ。お前が言うからだ。それをなぜ協力してくれない。協力することだけでいいんですよ。ジャッジする必要ない。法律にはこう書いてます。これだけでいいですよ。お前は誰のせいだと思ってるんだ。ありがとうございます。その回答で十分です。どうもすいません。今回答がありましたのは、これ選挙団体とか名簿届出の選挙以外、このようなビラを配って通すことはできないということが選挙管理会の見解です。ですから我々が今まで言ってたことが正しかったということです。